どうも、ピアスチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。やってまいりました。はい、最近見つけたのが、前からありますけども、山崎の天然水で作ったソーダと。おー、で、我々のチャンネルといえば、いつもこの 300ml のウィルキンソン使ってるんですけども、やっぱしね、そろそろね、炭酸水の違いとかね、昔ほら氷の違いとかやったじゃないですか。やったな。あれマジ、俺もるさんマジで褒めてた気がな、あの企画。面白いねーみたいな。そうなんです。なので、やっぱしね、そういうところもね、深掘りしたいなということで、今日は、ナポさんが作るウイスキー、炭酸水で変わるのか、ということで。なので今日はナポさんに、至高のハイボールを作っていただき、ウィルキンソンと、サントリーの。ああ、いいね、いいね。炭酸水を飲み比べということで。そうですね。そして、ウイスキーは今話題の、こちらです。もう本当に、今出荷したやつが高くなってるんで、多分僕の予想だと、ギリ持って9月までじゃねえかなと思う。いやー、ね、核なのに、お一人様1本とか書いてある。書いてる。書いてる。もう勘弁してくると。しゃあない、時代の流れっすよ。最近気づいたのが、核ハイボール普通に売ってた、やってた居酒屋さんが、陸ハイボールに変わってるんですよ。あ、陸も安いの？陸の方が多分安いんじゃないですか。もうあれ500だからな、瓶が。なんかよく言った海鮮のさ、居酒屋あるじゃん。あ、はい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 。あそこが陸ハイボールに変わってて。もうキリンさん営業頑張ってるな。まあ意図せずこう、繰り上げみたいなとこあると思うんですけども。いやでも、僕は嬉しいけどな。いや、僕も嬉しいです。選べるじゃん。はい。あ、格闘陸みたいな。でも今日は書くということで。はい。はい、渾身のハイボール作りました。大阪の店よりはうまいはず。来ているじゃねえか、お前。東京営業所ですって。ということで、視聴者さんから、見てですね、左手側にあるのが、ウィルキンソンで作った核ハイボール。はい、右手側にあるのが、ザ・プレミアム・フロム・山崎の炭酸水。で作りました。はい、じゃあ、こちらから。まず、これを飲みます。いただきます。うまいね。それは僕が作ってますから。ちなみに今日は30ミリですよね。30。もちろん30で。両方とも30で。はい、割ってます。このグラスいいよね。結構。肉厚だけど、飲み、いい感じ。冷えにくいっていう。こんなに肉厚なのに飲み口いいんだよね、これ。めっちゃうまい。いきますか。NEXT! 山崎。全然違う。めっちゃ柔らかいよ、こっち。なんこれ。柔らかいよ。めっちゃ柔らかい。なにこれ。すごい柔らかいよね。アルコール感が感じられない。わかるわかる。こっちは、飲み慣れた核ハイボールなんで、アルコールの匂いはあるもんだと思うんですよ。普通に飲んでると。しかしこっち、全くアルコールの匂いもせえへん。え、これ、バリうまいよ、この水。例えが合ってるか分かんないけど、超軟水みたいな。めっちゃ柔らかいっすね。同じ30ミリ入れてんのに、ウイスキーっていう感じしない。こっちはやっぱ硬いよね。硬く感じるな。俺らぶっちゃけコードとか言われても素人やん。まあ、軟水硬水で腹下すぐらいはできるけど。はいはい。同じ日本の水なんだけど。すごい飲んだ印象言っていい？うん。こっちの方がすごく苦味を感じるんですよ。ああ。ウィルキンソンの方が。はいはいはい。で、こっちはすごくシェリーの甘みが際立つんですよ。多分その山崎とかの部分がすごく目立つというか、ちょっとメガネ主犯的にどっから出てきた、メガネ主犯的にちょっと、ああ炭酸水の飲み比べね。これはねちゃんとやった方がいいと思う。でもめっちゃうまいよねこれ。めちゃくちゃうまい。じゃあちょっと検証、ウィルキンソンいただきます。はい、
うん。山崎。はい。おー、少し、うん、言葉変だけど、うん、酸味っていうか、酸味、酸っぱく感、酸っぱいって表現が合ってるのかどうかわかんないですけど、うん、酸化っぽいっす。鉄臭いって言えば言葉、あ、変だなー、酸、まぁ、ちょっとなんかそのイメージ、ちょっとトライでわかってほしい。わかってほしい。まあでも、ウイスキーに割った時も、やっぱ硬さがありますよね。面白っ。面白いけど、お高いんでしょ？実はですね、うん、今日5本買ってきたんですけども、うん、なんと1本90円でした。安っ。そうなんですよ。ウイスキーより安いんじゃね？いや、ほとんど変わんないっす。まあ、こっち300ミリ、いや、これ240ミリか。うん。まあ、容量としてはちょっと高いんですけども、うん、まあ、100円しないで買えるんですよ。だから、うん、美味しいハイボールを家で飲みたいと。うん。そういう方にはおすすめじゃないですか。うん。全然違いますからね。やべえな。ちょっと待って。氷も一緒。うん、ウイスキーも一緒。グラスも一緒。うわ。核の中のシェリーの部分がピックアップしてくるというか。いや、ちょっと。すごいよね、これね。すげえ、なんでこんなに。いや、ただこれはね、ネガティブポイント一つ言うと、はい、もしかすると、好み分かれる可能性ある。ちょっと、こっち寄りの人って結構いると思うんだよ。滑らかすぎる。言っちゃうと。こっちはいつもの角ハイボール。上品すぎんだよ、こっち。でも本当に茶のもんで、こんなに甘くなる角がさ、甘いよ。山崎飲んでるぐらい甘いのよ。言い過ぎかもしんないけど。だからそこで好みだから、ほら、ビター好きとって、多分そうなの。ドライか、甘み取るか。そういうこと。多分そこで流れる。でも違うウイスキーな感じしますね。全然違うウイスキー。なんだったらちょっと山崎飲んでる感覚になる。近いよね。薄めの山崎みたいなね。うん、多分これ、今後、買うよ。いや、いいかもしんねえけど、いいかもしんねえけど、瓶捨てるの大変だから。ここら辺はね、毎週土曜日。はい、ということでね、本日は炭酸水を飲み比べてみたという動画でしたか？いかがでしたか？いや、面白い。今後いろいろやっていきましょうか、じゃあね。いろんなスタイルで。コンビニごとにこれは作ってねえか、さすがに。いやー、わかんないですけど、でも各メーカーごとにはあると思うんですよ。あー、面白いよね。これ、サントリーさんこれやんか。はい。ニッカさんとか、キリンさんとかってこういうのやってねえのかな？探してみましょう。うん、ちょっと探して、もしあったら、はい、やりましょう。飲み比べてみようぜ。はい。うん。ということで本日の動画が面白いと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。